FD 型蒸気機関車はソ連時代の代表的な貨物用蒸気機関車である。1932年より製造が開始され、1942年までに3112両が製造された。開発当時、ソ連はスターリンによる急激な工業化に対応するためにこの機関車を設計したが、設計日数100日、製造日数170日という短期間でのものであったために、 技術はアメリカのものが応用された。1号機はルガンスクで製造され、そして1931年にモスクワで試運転が行われた後、ボロシロフグラトにて増産が開始された。製造過程において技術の向上が見られ、性能が良くなったが、1941年以降は、裏腕に製造工場を移し、製造を続けたが1942年に製造は、 中断された。ウランデでの製造は2927号機以降である。FD20 型が2925両、FD21 型が286両、FDK 型が2両の計3213両が生産された。FD 型が標準機に改造されて中華人民共和国へ送られた。中国ではユアハート型と改版され当時逼迫していた。 中国の輸送事情改善に寄与した。文革機に FX 型と解明され、1971年にさらに FD 型に改版されている。なお、中国では1980年代前半まで、その姿を本線上で見ることができたが、1990年に形式消滅した。1845から1955から1995。 272から276ありがとうございます。